どうも、料理のできないニャンニャンクリーパーです。今回は電子レンジで作る、袋麺のラーメンということで、はい、こちらセリアで買ってきた電子レンジ調理器になります。はい、ラーメン用になります。はい、100円で売ってますのでかなりお買い得かと思うんですけれども、はい、まあ普通に電子レンジにかけられる容器になってまして、まあこんな感じで、まあラーメン食べれる、容器にはなってるんですね。このまま食べれるんです、使って食べれるんですよ。はい、でね、ラーメンといっても今回は袋麺のラーメン、まあよくあるやつですよね。カップ麺と違って大体ほら5パックで売ってたりすると思うんですけれども、はい、でその、袋麺を作るための、やつで、まあ、このように蓋があって、あとは容器があってという組み合わせですね。で、あとは説明書が紙であるんですけれども、説明書は取っておいた方がいいですね。はい、これ電子レンジで作るって言ってもちゃんと時間とかもありますので、そういうのを作り方をですね、守ってやらないと美味しく作れないかと思いますので、はい、まあ、こんな感じで、いろいろ書いてあるんですが、まあ、この紙は取っておきましょうということで、はい、で実際どうやって作るかっていうと、まあ、そんなに難しい話ではなくて、まあ、鍋でね、今までだったらそのお湯沸かして、でそこへ袋麺投入して、3分間温めてっていう作り方なんですけれども、まあ、今回も、まあ、似たような感じではあるんですが、電子レンジを使います。はい、で実際は袋麺のそのラーメンを入れる前に、まず水を入れます。はい、これお湯を入れてもいいらしいです。お湯を入れることで時間を短縮できるらしいんですが、今回は水からスタートしたいと思います。で水の時とお湯の時とで電子レンジにかける時間が変わりますので、ここは注意点ですね。説明書をよく読まないとぬるいラーメンになってしまうかもしれません。はい、で水を入れる位置があるので、まあ、今ちょっと位置を調整してるんで何回も入れてるんですけれども、はい、でちょうどいい、水の量になったら、いよいよ、はい、ラーメンを用意します。まあ札幌一番味噌ラーメンが一番うまいとは思うんですけれども、まあ今じゃね、結構値上がっちゃったんで、私が買ってるのは業務スーパーの味噌ラーメンになります。結構安いですよ。はい、半分ぐらいの値段で買えるんじゃないですかね、札幌一番に比べれば。はい、ということで、袋麺、まあ乾麺を取り出して、はい、水の入ったこの容器に入れます。はい、で温める時間は、まあ、本来だったらね、鍋で熱したお湯に3分、はい、かけるんですけれども、電子レンジの場合はさらにプラスアルファの、はい、時間が設定されてます。これ水の時とお湯の時とでプラスアルファの時間が違いますので、ここは気をつけましょう。はい、ということで蓋を、閉めた状態で、はい、ここに投入します。はい、で電子レンジをセットします。 500W、600W それぞれ時間が違いますので、ここは気をつけなきゃいけないですね。まあ、本来なら3分間なんですけれども、水からということで3分プラス規定の時間、はい、3分プラス3分ですね。計6分。はい、600W だと6分間温めましょうということになります。はい。ということで、まあ、ガスも使わずにですね、ラーメンを作れるということで。はい。ということで、出来上がりました。で、実際これ、はい、開けてみましょう。はい。ちゃんとラーメンできてます。はい。で、スープを投入して、はい、混ぜればラーメンの完成です。はい、ということで、電子レンジを使ったラーメン。まあ、鍋も使わずに簡単に作れるということになりますが、まあ、実際ちょっと、この容器のまま食べるとですね、どうも美味しさが半減したような気がします。なんか普通にね、鍋で作った方がいいんじゃないかっていうのが、まあ実際今の私の感想ではありますが、まあとりあえず普通に電子レンジで作れるということをご承知ください。以上、にゃんにゃんクリーパーでした。